年配の方です。あのレフト線の打球切れるのかなというところ切れませんでした。今どういう調整練習をしてああいうバッティングにつながっているんでしょうか。僕はしっかり自分のテクトを丁寧に行って、まあ、そういう結果がしっかり結果に出ているのでいいと思います。その後ももう1本も出ました。チームを代表して改めて力強い決意を残り17試合ジャイアンツファンに向けてお願いします。一戦も落とせない試合が続くので一戦も負けずこれから勝利して頑張っていきます。応援よろしくお願いします。